今日の御言葉ば、ルコの福音書、9章41節42節。まことにあなた方に言います。あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は、決して報いを失うことがありません。また、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首につけられて、 海に投げ込ままれてしまう方が良いのです私たちキリスト者は迫害を恐れています。日本には現在1%しかクリスチャンがいません。あとの99%はクリスチャンではないノンクリスチャンです。ですからこの1%しかいない世界においてはクリスチャンは迫害されます。しかしその迫害を恐れないでください。 迫害を恐れる者はこの霊的真理を覚えていてください。私たちを迫害する者は永遠の滅びへと入ることになる。私たちに歯向かうということはイエス様に反抗していることに他なりません。イエス様に反抗する者は死んだ後永遠の地獄に行ってしまいます。だとするならもう迫害を恐れなくても いいはずです。そしてこの世界にいると私たちキリスト者に寛容な心を持って愛してくれる人々がいます。そういう人は祝福を受けます。彼らは平和の子です。彼らに福音を伝えることが私たちの責務です。彼らが福音を受け入れて救われれば永遠の天国という報いを受けることになります。今日 あなたは迫害を恐れているでしょうかもう必要以上に迫害を恐れなくても大丈夫です私たちが彼らを裁かなくても神様が彼らを裁かれますそしてまた私たちを祝福してくれる人がいるならその人に福音を述べ伝えましょう神の家族になりましょう共に永遠の天国へと行きましょう そうすることによって、神の御国はどんどん広がっていきます。一人でも多くの日本人が救われて永遠の命を得ることができますように、今日も私たちを用いてください。オル・フ、g s a